パテベビー映写機の広告パテベビー撮影機の広告パテベビーは1922年に発売された 9.5mm フィルムによる個人映画家庭内上映向けのフィルム撮影機映写機のシステムであるフランスのパテ社が開発した 8mm フィルムが登場するまで小型映画の主流を成したフランスでは1922年にパテベビーが発表され 後にさらに小型のパテキット、手回し式を脱して、電動でリールが回転するパテリュックス映写機を発売した。日本では、1923年、東京、日本橋の高島屋東京支店が、その玩具売り場で初めて発売するも、同年9月1日の関東大震災で、高島屋が消失、翌1924年、東京、 銀座の友の文ザブロー商店が5台のパテベビーシャキを輸入、改めて日本への導入が開始された。その後、日本における小型映画は盛んになり、1927年、初めての全国組織、日本アマチュアシネマリーグが設立された。1929年には、自事新報社主催、同リーグ協力により、 パテベビーや 16mm フィルム用撮影機によって撮影されたフィルムを集めた初めての全国規模の個人映画コンテストが行われた。家庭でのパテベビー撮影機、映写機の普及とともに、マキノプロダクション、松竹キネマ等の映画会社が劇場用映画を家庭向けの短縮版を制作、販売するようになる。このパテベビー短縮版は、 太平洋戦争などによりほとんどが失われた戦前映画の貴重な復元素材として現在では活用されている。友の商店はパテベビーのフィルムを映写できる国産の機材アルマ映写機を開発。1935年には名古屋のエルモ社が 16mm フィルムや 8mm フィルムと互換性のある映写機を開発した。1941年に 太平洋戦争が始まり、フィルムの入手が困難になり、1945年の終戦後には 8mm フィルムのシステムに小型映画の主流を取って変わられることになる。ありがとうございます。